食物として、芥川龍之介。金沢の方言によれば、うまそうなというのは、太ったということである。例えば太った人を見ると、あの人はうまそうな人だ、などとも言うらしい。この方言はちょっと食人種の使う言葉じみていて愉快である。僕はこの方言を思い出すたびに、自然と僕の友達を食物として見るようになっている。 サトミトンくんなどは皮作りの刺身にしたらばきっとうまいのに違いない。菊池くんもあの花などを椎茸と一緒に煮て食えば油切っていてうまいだろう。谷崎淳一郎くんは西洋酒で煮て食えばとびきりにうまいことは確かである。北原白秋くんのビフテキもやはりうまいのに違いない。 宇野浩二君がローストビーフに適していることは前にも何かのついでに書いておいた。佐々木もさくは串に通して白焼きにするのに適している。室ろ再生君はこれは今僕の前に座っているから、は,なはだ愛すまない気がするけれども、干物にして食うより仕方がない。しかし、室ろ君は定めし、室ろ君自身の干物を珍重して食べることだろう。